もう帰ろうとした大進くんに、はい、もう泊まってけばと。皆さんこんにちは、チルチル商業 BL レビューサイト、チルチル社長のひろしです。記者のアプリコットです。はい、タカラの B ドロー、もうすぐ近くまでやってきましたね。ちゃうって感じなんですけど、はいはい、あの好きなことになった2人じゃないですか、はい、その宝先輩の、まあ、ちょっと 圧じゃないですけど、はい、が言わせたこともあり好きなことになった2人なんですけれども、まあ、ちょっと自分が釣り合ってないんじゃないかなっていうふうに大進くん悩んでるんですよ。もう周りからの影響をちょっと受けやすい感じの子なので、はい、先輩カップルがお似合いって言われてて、うん、自分たちはどうなんだろうっていうふうに思っちゃってるんですけど、うんうんうん、そこでちょっと不安な大進を見かねた宝先輩がじゃあ一緒に出かけるかって言って、大進くんが行き先とか選ぶことになるんですけど、うんうん、バードウォッチング行くことにするんですよ。おまたなんかね、自然が二人大好きですよね。そうですね、なんかあの結構この二人ってデートとかお出かけとかで山であったり、うん、その自然のあふれる公園であったりとか、うん、緑が深いところに行くイメージがあって、うんうんうん、そこがちょっと映像とかもすごい綺麗で癒されるんですけれども、うんうんうん、それでちょっと張り切っちゃって若干空回りしがちな大進くんが可愛かったですね。空回りしてたんだ。いやなんか結構気合い入れてバードウォッチングに挑んで、もうワクワクしながらこう鳥探す、幸運の、はい、幸運の鳥を探してあのデュデュとか歩いてるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと付き合ってあげてる宝先輩と張り切ってる大進くんっていうコースがすごい、あなんかこうちょっとこの2人やっぱりこういう感じのカップルだよなと思ってよかったですね。お前が楽しそうならいいよみたいな感じのスパダリ感を、スパダリ感バッチリですね、はい、バッチリでしたね。でそこでちょっとトラブルがありまして、うん、お財布をちょっとなくしてしまって落ち込む大進くんだったんですけど、だから先輩がなんかそこでちょっと、うん、なんか迷惑かけてるなっていう、うん、意識があるから、うんうん、自分一人で探すからもういいみたいな感じになったりとか、うんうん、ちょっとやっぱり遠慮しちゃいがちな、うんうん、あの宝先輩に遠慮しがちだから迷惑かけたって言って落ち込んじゃって、うん、それにちょっとやっぱり宝先輩としてはやきもきするっていうか、うん、そういうことじゃない、うん、なんかもう気にしまくってるけど別にもうそういうところも含めて大進くんだから全然気にしてないのに、うん、大進くんが落ち込んじゃってるんですね。結局あのお財布戻ってくるんですけどやっぱり、はい、でもうデートプランとか結構いっぱい考えてたのに全然できなくなっちゃって、はいはい、大進くんすごいへこむんですけど、でも宝先輩は別に完璧なデートしに来たんじゃなくて、うんうん、あの大進くんのなんだろう、お前の好きなものとかを知りたかっただけみたいな。すごいなんかかっこいいですね。かっこいいんですよ。なんかもうそういうへこむ大進くんを引っ張ってくれる宝先輩にすごい良かったなって思いました、はい、超かっこいい感じのなんか横顔のでしたね。もうなんか全方位イケメンなのでもう何をしてもママになるというか、すごいね、スパダリだなって思いました。そうですね、スパダリです。でも大進くんも大進くんであんまりもう先輩の行為を隠さないし気づいてるから、うん、そういう先輩のそういうところ好きですっていう風に告白もするんですよ、うん、いやなんかもう早く両思いマックスになってくれないかな。カズイもう言ってるんだから気持ち通じ合ってるじゃん、もうですよねっていうところで、はいはい、これが8話だったんですけれども、9話なんか冒頭から、はい、デートをしに行く、デートしに行くっていうかその2人いるんですけど、はい、なんかうち来るかっていう風に高田先輩が誘って、はい、で先輩のお家に行くんですけど、もう帰ろうとした大進くんに、はい、もう泊まってけばと、もう泊まってけばって、ね、泊まってけばっていうか明日うちから大学行けばといい、あ、はいはいはい、で大学服ないですみたいな感じに言ったら俺の着ればいいっていい、それでもう付き合ってるんですよ。でニコニコ楽しそうな大進くんをちょっと照れ隠しか分かんないんですけど、もう引っ張ってお膝に乗せてギュッてするんですよ。先輩そこまでやって付き合ってないっていう、付き合ってるんですけど高田先輩的にはまだ好きって伝えてないし、大進くんも本当に好きって分かってるのか分からないみたいな、周りからも学校でも
もうそういうもう付き合ってる会話をしてるから、はい、あの既成事実になってますよね。既成事実だからなんか家めっちゃ行ってるしってなってるから、あの周りの子たちもなんかあの二人仲いいよねみたいな、はい、なんかまあでも付き合ってるって周りは知らないから、だからがあんな笑うのは珍しいよなみたいな感じで、うん、あの二人も周りから見てもいい感じになってるんですけれども、うんうん、やっぱり大学生といえば進路ですよね。あ、はい、でだから先輩もだから先輩で進路に迷いがあるんですけれども、それは就職するってことなんですか。いやちょっとおじいちゃんがこのことをすごい慕ってるんですよ、だから先輩、うんうん、なんかおじいちゃんと一緒になんか海外の、うん、というか山を登る旅をするみたいなことを迷ってるんですけど、それをするためには大進くんとちょっとの関係をどうなるのかっていうところが迷いどころじゃないですか。してまたいだとかって。いやそんなことはないんですけど、うん、それでまあ二人で山登りをすることになるんですよ、あの始まりの山に、はい、始まりの山っていうかその最初に二人っていうかなんか一緒に行った山ですか、一緒に行った山に登ることになるんですけど、はい、まあ、そこであの 街で歩いて映画見てみたいなデートじゃないんですけど、二、うんうん、人ならではの山の中でもう木漏れ日があって、うんうん、そこで手つないで歩くっていう二、うん、人ならではの山デートが見れてすごい嬉しかったです。なんかエモいシーンじゃないですか。いや本当に高見は映像が綺麗ですし、すごいキラキラしてるっていうか、うん、もう青春と淡い光とみたいな感じですごい綺麗だなって思いましたね。撮影の仕方がなんか上手いんですかね。そうですね、映像の作り方がすごく上手いと思います。あと緑とのコントラストとかがすごい、そこにも注目ポイントだなって思うんですけど、大進くんと高田先輩がまあテントで一緒にいるんですけど、テントが出てきた、はい、大進くん、高田先輩が大進くんに対して、うん、あの迷ってることがあるっていう風にさっきの内容ですね、うんうん、打ち明けるんですけど、うん、そこでお前が決めてっていう風に言うんですよ。そんなこといきなり言われてもね。いやでも本当に なんかあの高田先輩もう若さでそんなって決めさすなって思うんですけど、なんかだから先輩としてはその、はい、お母さんがとの関係があんまり悪く良くなくて、はい、お母さんも欲しいものは何でも手に入れたいちょっとわがままな人だったので、うん、自分もそうやって、うん、あの大志くん無理やり、うん、あの自分のものにしようとしてるんじゃないかっていう葛藤があるんですよ、はいはい、強引にさせてるんじゃないかっていう。だからいろいろ好きとかって言わせようとしてたて。そうなんですよ、なんかもう丸め込んで自分のものにしちゃうと、うん、お母さんと同じになっちゃうからあくまで大志くんの意思を尊重してるんですけど、うん、大志くん本当に強い子になったなっていう感じで、うん、この関係を終わらせるのは嫌です、うん、好きだからずっと一緒にいたいっていうことを言うんですよちゃんと、うん、だから先輩としては大志くんも連れて行きたい感じです。ああそういうことですか、はい、大志くんとしては先輩と一緒にずっといたいし、ずっと先輩を見て、うん、こっちに来たから離れたくないか、うん、ないし、先輩の言ってることはちょっと難しくて分かってないことが宝くんなんですけど、うん、好きっていう思いが強くなってきたから、うん、怖いっていうことを見抜いてるんですよ、はい、自分が強引になんか丸め込んじゃうんじゃないかっていう怖さを見抜いて、うん、でも大丈夫っていうことをちゃんと伝えてくれるので、はいはい、やっぱり大進くんのなんかピュアな目は本質を見てるんだなって思いましたね。そうだったんですね。はい、あのテントで暗いなんかあるじゃないですか、はい、テントのちょっと明かりがついてる、はい、なんかねキスシーンがございまして、おそこでもキスしちゃったんだ、はい、なんかそれを本気でお試しのキスとかじゃなくて、うん、前回の押し倒しキスは結構お試し感が、うん、はいはい、いけるかいけないかっていうお試し感強かったんですけど、うんうん、今回は本当に両思いキスでございまして、うん、両思いだろうっていうキスでございまして、気持ち通じたじゃないですか。通じたと思います。でもまあ好きってちょっと聞いてないもうどこまで確かめればいいんですかそれ。いや分かんないですけど、だから先輩にちゃんと好きって伝えてくれる、お、はいはい、なんかもう自分がなんだろう好かれたいとかじゃなくて本当に先輩が好きです、うん、先輩と一緒にいたいですっていう風に言ってすごく素直に純粋に慕ってて、うん、でそれで先輩も冒頭の匂わせで、うん、あの出会いがあるじゃないですか、うん、その宝先輩と、はい、大臣の地元での出会いがあるんですけど、うんうんうん、その時点
でちょっと気になってたんじゃないかなっていう匂わせもあって、やっとなんか高田先輩の元にタイシングが落ちてたなっていうのを感じられました。最初から落ちてたのにさ。いや落ちたんですけど、ちょっとがっしり捕まえたなっていう、がっしりなんか落ちてきた子をちゃんと捕まえてもう離さないみたいな雰囲気が感じられて、はいはい、テントの中でなんかはしゃぎ合ってるのも、ちょっと高田先輩がちょっかいかけてはしゃぎ合ってるのも良かったですね。いいシーンですよ。いいシーンでした。すごい美味しかったです。でも来週最終話ということで、はい、最終話もうトラブルは起きないですよ。いやでもなんか実家の方からお兄ちゃん、あ、大進くんの実家の方からお兄ちゃん早く帰ってきてっていうのがメッセージが来てて、またそういうのが出てくるんだ。ちょっとどうなるのかなっていうのが気になるんですけど、はい、まあ、ちょっと次回予告を見る感じ、うん、愛おしそうな目で最新刊を見る高田先輩とかもいたので、うん、ちょっと期待は大でございます、うん、はい、ということでドラマ宝のビードロはですね、 TVer にて最新話の見逃し配信がされているんですけれども、あの1話から8話までこれまでのお話はレミノの方でも無料で見ることができますので、ぜひぜひチェックしてみてください。次回最終回、はい、皆さん楽しみに待ちましょう。はい、バイチルー。